こちらハワイ海です。そして今僕が立っているのがこのハワイ海タウンセンター。ここにねまたレアレアトロリーが新しく停留所を設けたそうです。でどうしてここに停留所をレアレアトロリーは設けたかと言いますとね、これは HIS さんに聞いたわけじゃないんですけども、絶対にこれこちらです。このコストコがあるからここに停留所を設けて近寄りません。まあ日本でいうところのコストコ、ハワイでいうアメリカでいうところのカスコ、2つ合わせてコスコまあ僕はコスコって呼んでるんですけども、それがあるから、ここに停留所を設けたと思うんです。でもねコストコだけじゃないんです。ここまずは一番右端入って一番右端ですね、向かって、このシティミルがあります。ここは日曜大工のお店ですね。もう1899年からやってる古い日曜大工のお店、ローカルの専門店ですね。お土産になるものって言ったら看板とかテープとかそういうのはちょっとね面白いかなと思います。そしてこっからズズズズズっとコストコまでは小さいお店がいくつも並んでます。ジャージーマイクスサブね、ここ美味しいですね。あのサンドイッチってなんかほらとなんか食パンに挟んであるイメージあるけど、ここはサブマリン系なんで、あのなんて言うんだろう、いやアメリカのサンドイッチだなっていう感じがします。じゃじゃーん。さっぱりしてる、全然お肉がうまい、フレッシュ感すごいある。このラーメン屋ですね、ラーメン屋ラーメン屋もね郊外のとこ行くと必ずあるラーメン屋なんですけど、安いし量多いしローカルの人は大好きですね。で困った時にはラーメン屋、もう本当にあのなんだろう、麺が食いたい、美味しいラーメンが食いたいじゃなくて麺が食いたいっていう時はラーメン屋がいいと思います。これロスドレスフォーレス、ここはね宝探しですね。なんかいつも毎週もう毎日置いてあるものが違うから何を買うか、それだけど目的を持って、例えば僕の場合は必ず衣装ショーツとか短パンはここで7ドル99で買います。でこれね結構ねお買い得なんですよね。でも1回しか履けないショーツとかいっぱいあるから、そういうのを考えるとね、あのこういうロスとかあとグッドウィルとかそういうところで買った方がいいなっていつも思うんですよね。マイレース、いただきます。これうまいね、おいしいな、いくらでも食える、ここのうまいな、やっぱり、ね、ハワイ海タウンセンターは結構ねあまり知られてないんですけど、海っていうか湖っていうかそれがすごい綺麗 でそこがねちょっと見せます。ここの僕の後ろにあるステージ、ここでねズンバのレッスンとかあのヨガとかねフラのレッスンをねやるんですけど、この向こうが海なんですよ。わショッピングの合間にこういうとこがあるってのはいいね。ここほらこういう感じです。ではではさっきのショッピングセンター戻ります。よし、ということでコストコはね最後になるかな。これおすすめはチキンシーザーサラダ、これおすすめですね。そしてアイスクリーム、結構なボリュームで、これ一つあったら多分ね皆さんお腹いっぱいになっちゃうと思います。
ということで今回はハワイ海タウンセンターでした。まあ、地元の密着型 の、 ショッピングモールなんですけども、でも目玉はとにかくコストコがあることです。コストコがあるんで、それでね、いろいろ日本とはちょっと違った商品がたくさん置いてあると思うんで、その辺を覗きに来るといいと思います。まあ、もちろんロスドレスフォーレスもあるし、シティミルもあるし、マイレスタイ料理屋もあるし、ジャージーマイクスサブサンドイッチ屋さんもあるし、まあ、そういうのもね、いろいろ見てもいいし、そういうのをちょっと見ながらね、休憩に、その湖じゃないですけども入り江っていうか、そこでのんびりとご飯を食べるなんていうのも素敵かなと思います。とにかくお土産はコストコを覗いてみて、値段とかも探って行くのがいいかなと思うんで、その辺で皆さんぜひここの停留所も楽しんでくださいということで、私、今買ったシーザーサラダいただきます。アロハー。